ですね、今八戸で、なんだっけ、八戸発色センターで貝をしこたま食べて、酒をしこたま飲んだ後ですね、これから新青森駅の方に向かうわけなんですけどね、ステューピッドな僕はですね、これから新幹線で青森駅に向かうわけですけども、なんとですね、来ました、はやぶさ。なんか撮り鉄みたいじゃん俺。はい、なんとグランクラスに乗ります。一駅なんですけど9500円、9500円でございます。だから乗ります。ということでね、今回は東北新幹線はやぶさに乗ってきました。八戸から新青森駅まで一駅なんですけど、グランクラスに乗ってみました。バカですね、はい、一駅しかない24分の旅です。たった24分の旅でお値段なんと9500円、アホですね。確かにですね、飲み物がアルコールただで飲み放題なんですよね。すごいですね、これは本当にすごい。そしてなんか飛行機のビジネスクラスみたいにね、なんか結構なリクライニングついてるんですよね。これもやばいですね。やべえ、これは、まあ、もちろんスパークリングワインを注文しました。これはね、いつもスパークリングワインってね、飲めるもんじゃないですからね、貧乏なんで、まあ、当然ですよね、ビールはっていつでも飲めますからね、ワインもね、飲めるんで、うわ、やっぱりスパークリングワインで一挙やっとこうということで、はい、おしぼりが紙じゃない、ちゃんとした布です。これね、軽食を添乗員さんが持ってきてくださって、この軽食もね無料なんですよ。で、まあ、ワインをいただきます、スパークリングワインをいただきます。これがまためっちゃうまいんですよね。めっちゃうまい。うん、新幹線乗る前に八戸のなんか市場みたいなとこ行って、で市場で買った貝とかエビとかイカを、魚介類を自分で焼いて食べられるところがあって、そこでめちゃくちゃ食ってきたんで、この時にはお腹いっぱいなんですよね。お腹いっぱいだし、めっちゃ酔ってるんですよね、この時。弁当もうまそうですよね。これ無料ですよ、これ無料。ね、うまいですよね。やばいね、これやばいな。
函館国道です。あっという間。9500円。24分の旅が終わりました。9500円が24分で消えました。これから青森でまたしこたま飲んでやろうと思います。ではバイバーイ。